ロングチャンネル。はい、ノブチャンネルです。よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと買い物をしたのでね、そちらの方ですね、動画にしていきたいと思います。はい、私が今回購入したのはこちら、マイクロソフトオフィスホーム&スチューデント4 Mac ということでね、今回は Excel と Word ですね、こちらをバージョンアップしたいということで購入をいたしました。今更感満載なんですけども、なぜ今バージョンアップなのかというところなんですが、それをですねお話しするには、まず私ですね Mac ユーザーなんですけれども、そちらの OS の話ですねしていかなければなりません。ノブチャンネル。まずですね、私 Mac ユーザーなんですけれども、そちらの OS ですね、今現在使っている MacOS がですね 10.14.6 MacOS モハベということで、こちらですね、使っております。はい、まあ Mac ユーザーの方だったらご存知だと思うんですが、とうとうですねこの次のバージョンですね、もうすでにバージョンアップされている方も多いかと思いますけれども、バージョンアップすると実は64ビットネイティブになって、32ビットで動いてた、アプリケーションがですね使えなくなるんですね。ということは、私今 Excel Word がですね実は32ビット版を使っているので、残念ながら OS をですねバージョンアップすると Excel と Word が使えなくなるというね事態に陥ってしまいます。はい、なのでですね今回ですね思い切ってバージョンアップすることにいたしました。はい、まあ、本当はですね本体をですねまず買い替えたいってのもあったんですが、まあ、ちょっといろいろね迷ってまして、私がね欲しいスペックの Mac ですね買おうと思うとちょっといいお値段するので、もう少しですね、貯めてから、まあ、せっかく買うならいいやつ買おうと思うんで、今飛びつくのをやめまして、まあ、現状ですね64ビットネイティブにしていきながら、まあ、新しい Mac にね移行していければいいなというふうに考えました。はい、ということで今回はオフィスのバージョンアップですね。まあオフィスといってもですね、もうエクセルとワードしか入ってません。はい、普段使うのこの2つなので、これだけバージョンアップしとけばまあ十分かなという感じです。はい、MacOS ですね、こちらのお話ちょっとだけねしときますね。私もですね結構 Mac のヘビーユーザーなので、もうかれこれ四半世紀ぐらいね Mac 使ってるんですけども、一番最初にね買った Mac がですね9インチ画面の一体型のですねパフォーマー275っていうねタイプになります。はい、それでも当時それだけでも40万ぐらいしたと思います。はい、まあかなりですねまだ Windows95 が出る前なので、パソコンとしてはですね今の形にかなり近いですね。マウスがまず使えて、でデスクトップをこうカーソルで動かして、でゴミ箱がありましたし、あとカラーでね、グラフィックユーザーインターフェースもかなりしっかりしておりました。はい、ドラッグ&ドロップなんかもねその頃からできたと思います。はい、当時はですね漢字トーク 7.5 っていうのはね OS ですね日本語関係の OS で、それからですね MacOS8 っていうのになったり、MacOS9 ですねとかなったりしました。でその頃はですねまだ16ビットで動いておりました。はい、開発コードもですねガーシュインとかですねコープランドみたいなね感じで、音楽家の名前だったり、あとアレグロとかテンポとかね、結構音楽関係の開発コードネームで、ね、結構かっこよかったんですよね。でそこからですね大きく変わったのが、今度 Windows もですね進化してきまして、今度32ビットの波がやってくるようになりました。はい、なのでその時に出た OS が MacOS10バツですね、 MacOS10 になって、そこから今度32ビットの OS になってきました。はい、開発コードネームもですね、動物シリーズというね感じですね、ピューマとかですね、ライオンとかね、動物シリーズですねなってきました。またこれもですね、詳しくまたねなんか調べていただければと思うんですが、そこでですね32ビットの波が来まして、ただですねやっぱりそこでもその OS の16ビットが使えるように、まあエミュレートってわけじゃないんですけども、両方ね動く
カーネルっていうかね、OS でしばらく動いてたんですが、それもやっぱり 2,3 年ぐらいして、今度はね 32bit をネイティブで動くようにしかなりませんっていうことが来まして、その時もですね、ソフトの入れ替えがものすごく大変でした。はい、まあただですね、今度そうなった時に、本体の方もかなり変わりまして、 32bit のですね、今度ネイティブで動きますよってことになった時に出てきたのがインテルチップの乗った Mac ですね。今の Mac の本体に近いっていうか、まあそこの元祖ですね、になるスタイルがそこで出来上がりました。はい、それまではですね、インテル使わないでですね、違うところのねチップ乗ってたんですけれども、今度ねインテル乗るようになりまして 32bit ネイティブ、そうなるとどういう現象が起きるかというと、本体が Mac なのに OS を Windows をインストールすることができるというですねマシンになりました。はい、なので、まあ、Mac で、ね、使ってる方は分かると思うんですが、ブートキャンプっていうのがね、入ってまして、立ち上げて、電源立ち上げた時に、Windows にしますか ?Mac にしますかってね、切り替えができるというね、面白い感じになりました。私もですね、早速、Windows をですね、Mac の本体でネイティブに動かすというね、こともやってみたりもしました。はい。まあ、そういうね、32bit のこの波が来まして、それで、しばらくその 32bit 時代が続いたんですが、そこで問題が起きたのが、2000年問題っていうやつですね。時計がですね、狂って OS が動かなくなるんじゃないのっていうようなね、問題が起きまして、で、そこでですね、今度出てきたのが 64bit ですね。はい。64bit で動かすことで2000年問題も、あとですね、その後に出てきた2036年問題でしょうかね、そういうのも全部解決になりました。はい、ということでまたですね、 32bit と 64bit がうにょうにょとこう並行してね、やってる時代が来たんですが、とうとうここ数年でですね、もう 64bit 化、 Windows も Mac の方もですね 64bit当たり前時代が来たので、 OS の方も MacOS ですね、 32bit を動かなくなるというね、お達しが来てたのは分かったんですが、私の方ですね、もう我慢の限界ということで、とうとうですね 64bit 化することを決心いたしました。はい、ノブチャンネルということでね、ワードエクセルですね、64bit 化するんですが、まあ今までね 32bit でよく我慢してたなというような感じなんですけども、多分ですね、 64bit にすることで、かなりストレスなくねソフトを使えるようになるんじゃないかなというふうに思ってますんで、ここでね、まあ踏ん切りつけるのもいいかなと思いまして、はい、今回思い切ってやることにいたしました。はい、ということですね、これからですね、まあ OS、 まあソフトのねバージョンアップは確かないなと思うんですが、OS ですね、 OS のバージョンアップはちょっと時間かかりそうな気がするので、これから夜な夜なですね、やっていきたいというふうに思います。はい、Windows ユーザーの方にはね、あまり関係ない話だったかもしれませんが、Mac ユーザーとしてですね、今回は一大決心いたしましたというご報告の動画になりました。はい、今回は以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。